キンコと申します。マリサです。ポケモンレンジャーやってくよ。パート7だな。前回はポケモンが暴れてるところで終わったね。確かゴーリキーが暴れてたな。そういえば最近スマホずっと見ながら何してたんだ？いきなり聞くねー。一つは、スマホとかタブレットの動画撮れるように準備してたんだよね。一つ？もう一つは、今週ロボワンがあったんだよね。ずっと見てたね。この人の内容聞いてなかったんだが、なんて内容だったんだ？ゴーリキーを代わりにキャプチャしてって内容。アリアは？キャプチャーを忘れたって言ってた。それはレンジャーとしてどうなんだ？あれって警察で例えると警察手帳のようなものだろ？そこまでなのかはわからないけど、どっちかって言うと手帳とか？そんな感じじゃない？昔高木刑事が警察手帳をなくしてたね。あれで警察手帳はなくすとやばいってこと知った。過去にいそうな気もするよな。ロボットの方はなんか進展あったのか？久しぶりに大会見てロボット作りたい欲が出たね。作らないのか？作っても大会に出たいわけじゃないのと、1台作るコストがね。ロボワンの今回あった大会はツイッチにて放送見れるからぜひ見てね。ロボットしててこれは良かったなって思うところってあるか？学生時代は後輩によく話してたんだけど、人と話す機会が得られるってことかな。実際にいろんな人と話ができるから楽しいんだよね。基本的にロボットについて聞いてみるとそれだけでたくさん話聞けるからね。いろんな人がいて楽しいよ。連絡交換とかするのか？ Facebook と Twitter は常備してたよ。あのレンジャー、さっき工場の周りをうろちょろしてたやつだな。それにしてもあのゴーリキー俺の言うことを聞かずに飛び出していきやがって。その上時計台を壊すこともできないとは情けないやつ。思いっきり黒幕の一味じゃねえか。犯人は現場に戻ってくるの典型的な例だね。お帰りなさい。ただいま。フォルシテの人たちがとても喜んでいましたよ。君はレンジャーの役目をとてもよく理解して頑張ってくれましたね。今から銀行のレンジャークラスを3に認定しましょう。3まで上がったね。こんな簡単に上げてもいいのか？くれるって言うならもらっておけばいいんじゃないかな。アシスト毒が使えるようになったな。利点はよくわからないけどね。エスパーも使えるようになったみたいだけど利点はよくわからないね。レンジャークラスが3579にアップしたとき。なんか解除されるんだっけか。スタイラーのパートナーゲージが一つずつ増えるのです。もともとスタイラーはパートナーゲージを持つまで持てる性能がありますが、パートナーポケモンに負担をかけないためにストッパーがかけてあるのです。というわけで銀行のスタイラーのパートナーゲージの数を3つまで許可することにします。新原教授の護衛の後に、いくつも仕事が続いて疲れてませんか？リーダー地下水道が大変だ。綺麗なはずの水路にヘドロが溢れているから、おかしいなと思ってよく見てみたらベトベターがいっぱいだ。頼むよリーダー、なんとかしてもらえないかな。めちゃくちゃ匂うよ。すぐに地下水道にレンジャーを派遣しましょう。さすがはリーダー話が早い。トラブルが続きますね。今このフォルシテは55弾の調査でレンジャーが足りないんです。今は動けるの銀行君だけしかいない。ワイも家もなく引き付けていただくしかないということです。ミッションの内容は、この町の地下水道で大量発生したベトベターをキャプチャすること。キャプチャベトベターは回収専門のレンジャーに受け渡すこと。とりあえず大量発生した地下水道に行くか。ここが地下水道の入り口になってるんだ。いつもはこんな匂いしないんだけどな。そういえばよく大学の頃部費どうにかなったよな。まあ、頑張ったからね。早手から銀行へ。話は城から聞いている。初めての街で不安だろうが君なら大丈夫だ。私も城も今は55弾の動きから目が離せない状態だ。しかし今の君にとって大事な55弾を調べることではなく、ミッションをたくさんこなすことだ。ベトベターの方をぜひ頑張ってほしい。基本的に部品については大会で勝ち続けてたらそれだけで活動実績に出せたからね。実績作って周りに文句を言わせないようにしてたよ。ロボワンで大会勝ちまくってたのか？ロボワンは私あまり勝ったことない。勝ち進んだのはライト級だね。生放送見ててロボット作りたくなったんじゃないか？実際ロボット見てて、知り合いも出てて、やっぱりロボット作りたくなったね。うぷっダメだ、息を止めよう。中学生の頃学校の大掃除があって、ドブサライとかあったんだよね。考えただけで嫌だな。てかお前そういうの結構ゴミの中から虫とか出てきそうだが大丈夫なのか？あの頃はまだ大丈夫だったかな。ただ、匂いがめちゃくちゃ臭いんだよね。泥っていうか、ヘドロ？だったね。ほんで、私布の軍手だったんだよね。
泥に濡れないタイプの軍手じゃなかったんだな。後から普段ゴミ掃除の時に使ってたような、中まで水が染み込んでこないタイプの手袋にしたらよかったって後悔した。しかも掃除した場所がヘドロだったんだろ。手がめちゃくちゃ臭くなって、匂いがなくなるまで時間がかかったね。しかもあれだろ？学校の石鹸ってあれだから。学校の石鹸ってレモン型の安い石鹸だから洗っても他の匂いをつけるだけでそんなに洗った気はしなかった。なんか前にも聞いた気がするな。理科の実験の時だったんだけど、私の時代はイカを解剖したね。カエルじゃなかったのか。よく聞くよね。まあ、時代だと思うよ。最近は本当に解剖までするのかが疑問だもんね。コイルは大事。大切な回復薬だもんな。このポケモン買い物って概念がないからね。この充電はできればマイナンにできるようになってほしいな。それはよく思う。確か充電ぐらいはできたはずだよね。これでよかったのか。さっきもあったな。避けてきちゃったから一旦戻らないといけないね。まあ、一応イベントで初キャプチャーだから見ていこうか。どんな攻撃するかも気になるところだな。2体同時はさすがに無理か。ラインが届かないね。あとはベトベターの足元に攻撃があるみたいだね。ああ、気をつければそこまで大したことはないな。とりあえず一旦戻らなきゃいけないってことだけは確かだね。キャプチャーするとこのヘドロは勝手になくなるんだね。助かるな。ベトベターを捕まえるとヘドロが消えるんだね。じゃベトベターは預かるからガンバウェップ。あの人途中で吐いたりしないよね。まあ仕事だしその辺はしっかりするだろ。ガンガン出てくるんだな。まあ、ベトベターは1匹や2匹だと言ってないからね。このヘドロってキャプチャしたら消えるのかな？まあ、なくなってるし消えるんじゃないか？ちょっと思い出したことがあるんだけど、仕事時代に同期の子がミスで工場内を切削液浸しにしてたことがあったんだよね。マジか。それって報告書もんじゃないのか？確か報告書書けたと思うよ。その時のやつで写真を LINE で送られてきたんだけど、まあ、切削液浸しになった床は掃除大変そうだったよ。掃除してる先輩を写真で送られてきた時はうちで笑ってた。その時はお前は掃除参加してたのか？私が出勤した時はまだ終わってなかったからね。少しだけ残ってたからその分は掃除に参加してたよ。工場内って結構汚いイメージが強いんだが？私もそのイメージが強いかな。私のいた現場は毎朝5分だったかな掃除してたけど。でも工場内の掃除は特に大事だろ？まあ汚いからね。作業場にめちゃくちゃ虫発生してたし。この話はやめよう。前にその話題出したら YouTube に一部動画音声消えたもんな。なんでか調べたらそんなことだった。ベトベトトンって言ったらアニメでも出てたな。サトシのベトベトンね。あれ強かったよな。大会でマダツボミの攻撃を受け切ったベトベトンね。あのマダツボミ強かったよな。格闘技を使ってくるマダツボミね。あの回でベトベトン好きになった。なんだかんだサトシってポケモンにめちゃくちゃ懐かれてるよな。一番懐かれるのに時間かかったのってリザードンじゃなかったっけ？あと、最初の頃のピカチュウの時だったかな。あの頃はダブルバトルもなかったよな。サトシの最初の頃のロケット弾とのバトルだったね。あの頃は2対1なんて卑怯なんて言われてたのにな。しょっちゅうまとめて相手したり、大量一斉攻撃してたね。あんだけ吹き飛ばされても無事なロケット弾の丈夫さには感心してた。あんだけ電気食らってたら脳がいかれそうだけどな。ここめちゃくちゃ滑って移動しにくい。そういえばなんでここを通ってるんだ？大抵この先に目的のポケモンがいたりするからね。ほら。ラッタの力を借りるのか。ラッタの力を借りてさっき通れなかった柵を越える。コラッタも無印の頃からいたよな。いたね。サトシのリュックの中を漁ってたね。その後野生のオニスズメに石投げて襲われてたな。ほんで鳳凰を見たんだったよな。あれ？でも鳳凰ってポケモン図鑑に載ってたんだっけ？確か石碑とかではあったはずだが初期のポケモン図鑑には載ってなかったはず。オーキド博士ふっかふかだな。この世界にはポケモンは151体いるって言ってたのにな。今ポケモンって結局何体いるんだっけ？1017匹だな。言えるかな？ある意味拷問だな。メガ進化とかもあったしね。今のポケモンと昔のポケモンで同じシリーズでも少しずつ会話の内容も違ったりするんだよね。その辺を比べる楽しみもあるのはいいよな。昔ポケモンやった時は、ポケモンがレベルアップで進化するとか知らなかったね。草むら逃げてたのか？まだ4歳とかそのくらいの頃だからね。野生のポケモンが出てきても逃げてた。今みたいにか？ポケモンレンジャーはバトルに勝利してもレベル上がって進化するわけじゃないしね。スタイラーのヒットポイントは上がるがな。基本戦闘に勝利してもお小遣いもらえるわけじゃないからね。
トレーナー戦とかって全部勝利したらどうしてた？昔は四天王がお小遣いの代わりだったね。まあ、四天王倒せるようになったら周回して徹底的にボコボコにしてただけだけど、最終的に賞金集め専用になるよな。とりあえず今回は地下の半分くらいまで進んだな。それもそうだね。というわけで今回はここまでで。ご視聴ありがとうございました。そろそろ洞窟の半分くらいまで進んだね。次回はベトベターを全員おとなしくするよ。ここでコイルという回復薬をキャプチャするまでかな。次回は回復からかな。